こんにちは。今日はほどほど難易度探偵数ということで、まあ私が5分以内に、まあ5分以内といっても1問目と2問目はもう瞬間的ぐらいに解けたけど、3問目はちょっとは考えましたと。じゃあまず手数から、これは5手詰めです。まあ、そんな難しくないんで考えてみてくださいと。でまあとにかくこの飛車と竜が1段目2段目を強力に守ってるんで、まあこいつらを相手にしない攻めでしょうと。で、まあ、あと、ここに銀がいるんで、まあ、こんなような王手が効かないのが、まあ、ちょっと悩みの種と。で、まあ、一瞬パッと、なんか、詰め将棋っぽく一旦、こう、頭呼び出して、押さえつけるなんていうのも、まあ、あるかもしれませんが、ちょっとこれ、角一枚じゃ、残り足んないと。で、まあ、どうせここに上がられるんだったら、まあ、腹に打っても、上がられますと。これ、下に下がる分には、金打てば済んじゃうんで、まあ、上に行くと。で、ここで、金打っちゃうと、これでこの続き角、まあ王手は続くけど、これ以上ちょっと続きがないということで、ここでいきなり金を打ってしまったらいけないと。でもここに逃げられちゃダメと。となればもう今こう打った時にここに逃げられてダメだったと。でここに逃げられちゃいけないとなれば、逃げ道封鎖と。ここにまず逃がさない。で同香と取った場合は、今度は金打てば逃げられなくて詰んでると。し、同玉と取っても今度はもう腹に金打てば積み上がりと。いうことで、詰め手順は、3三金、2四玉、1三角。で、まあこれはまあ同じく、じゃあ強。で、2五金までの5手詰めとなります。じゃあ次の問題も。はい、2問目なんですけども、これは本当に秒で、まあこの歩なんだよっていう、この歩の存在を意識すればもうあっという間と。で、じゃあまず手数は5手です、これも。で、まあ、この金を相手にするような手は、まあ、ダメですよ。まあ、なんかいろいろ、なんか、それっぽい手もありますけども、なんか、まあ、ここを取ってらして、まあ、この、飛車がそもそも引いてるんで。で、飛車がいなかったとしても、まあ、合駒されても、金打って逃げてで、取っても、まあ、逃げられちゃうんで、まあ、まあ、そういうのはないと。で、じゃあもう、この歩のわざとらしさからして、で、この辺の金は相手にしないとなれば、一瞬、まあ、飛車の横利きが切れて嫌な、刺しづらいかもしれませんけども、では一応こっちドキッとさせられても、別にこれはもう角の方がなれば、逃げて腹金で詰んじゃうんで、まあ、4一に逃げられる心配はないと。まあ、上の方に脱出、飛車の横利きが途切れた瞬間、上へ逃げようとしますが、ここで、単純な、こう、空き王手とかだと、飛車抜かれちゃうんで、飛車抜かれてつまんないですよね、これはね。ので、もう、両王手と。そしたら、これはもう、逃げる場所は、一応ここにあるの。まあ、それも別に、もう、大丈夫なんで、まあ、取ると。そうすると、飛車が横にピュッと通ってるんで、頭に決まって、積み上がりということになりますと。ということで、詰め手順は、4二角。2二玉、3三角成、同じく玉、3四金までの5手詰めとなります。じゃあ、最後はちょっと、骨のあるやつ。はい、3問目。これは、1問目、2問目に比べれば、結構、難易度はちょっと一気に上がったかなと。私、5分以上は考えましたね。で、まず手数は、7手です。で、まず、まあ、攻め駒としては、飛車2枚に角桂と。で、まあ、持ち駒はその代わりないんですけども、まあ、相手もこの銀2枚がちょっと厄介と。で、まあ、馬までいると。で、まあ、私最初なんか、こんな、詰め将棋っぽい、2三飛車成みたいな手を考えちゃったんですけども、まあ、これ勝手に読めば、同銀、右、で、3一飛車成で連続飛車捨てて、なんかかっこよくこれで積み上がりで、まあ、銀余っちゃうから、もうそもそもダメなんでしょうけど、まあ、これ今が勝手読みの局地で、まあ、2三飛車成に対して、まあ、同銀継ぐぐらいで、これでまあ、同角成としても、同銀で飛車が成っても、まあ、持ち馬銀1枚、合駒されてもダメでしょうし、逃げられても多分ダメなんじゃないかな。っていう感じでまあ、全然ダメでしょうと。ということで、まあ、これはとりあえず初手は、この銀を取っちゃうぐらいしかないかなと。まあ、これ今もう逃げ場所はもうないんで、同玉の一手で、これでまあ、攻め駒の方に呼び込んで、しかも持ち駒銀って、桂もあると。これでまあなんとかしようっていう話だと思うんですけども、まあこれで例によって
この2、3の地点は角と桂が効いてて、相手も2枚だから、2対2の場所に先着すれば、この地点は勢力勝ちできるんですので、取ってくれればそれは詰むでしょうと。同銀、同角成り、1一玉にあとは銀を打てば詰んじゃうんで、まあそうやって勢力負けしてる時には、玉方は取ってくれないと。逃げられちゃうと。これでも、この続き、ちょっと、角捨てても何にも意味ないし、ということで詰まないと。ということなんで、この状態から2三銀打ちはダメと。で、私、この状態からパッと目についた、まさまというか1三銀。これも同玉で、2三角成で、これで詰んでますね。両王手で、これもちゃんと紐ついてるんで。これ詰んでるんですけども、さっき、2三銀打って飛車取られたのと同じで、これも飛車取られちゃいますと。ただ、まあこれでももちろんダメなんですけども、この1三銀自体の着想は悪くなくて、まあ後で結局いい点になってくるんですけども、これであと他には、3一飛車成みたいな、このと金の利きを利用した王手も、これもまあこんな風に逃げられて、まあ銀なんで、まあこんな王手も逃げられちゃってダメと。いうことなんですが、じゃあここで、さっき、こう1三銀打って、飛車取られたときに、これ桂馬がジャンプできれば、詰んでると。けど今はジャンプできない。となると、この銀をどかす手として、しかもまあ、上へ逃がさない、これ正面、2筋からの脱出を防ぐ意味で、2一竜と。2一飛車成と。そうすると、今度は、同銀と取らせておけば、相変わらずこれはダメです。相変わらずこれは、逃げられて、それでも、銀取って、同玉に頭銀でと思いきや、銀取った手に対しては、馬が効いてるんで、同馬と取られちゃうと。そうすると、もうダメ。ということなんで、やはりここでも、2一飛車成、同銀に対して、頭じゃなくて、こっちです。今度は、1一に逃げられても、今度は桂馬がジャンプできて、これで詰んでるし、こっちに逃げられても、これは、今どこだっけ、こっちに逃げられても、こうなり替えれば、詰んでるし、ここに逃げても同じ。2三になり替えれば、詰んでるんで、これは、同玉と取りてと。そうすれば、これで2三角成で、積み上がりということになります。ということで、詰め手順は、初手が、2二飛車成、同じく玉。で、2一飛車成、同じく銀。で、1三銀、同じく玉に、2三角成までの7手詰めとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。